次は3ヶ月にわたる長期のロケを長野県の南信州を中心に行われました。撮影中の思い出やエピソードなどをゲストの皆様からお聞きしたいと思います。それではまず後藤監督お願いいたします。エピソードといいますか、皆さん見ていただいたこの映画はですね、もちろん創作劇でございますが、この映画のシナリオですね、これは地元をずっと取材しまして、大鹿歌舞伎を中心に、それから伊那市には長谷歌舞伎、中尾歌舞伎ですか、長谷村にあります、中尾歌舞伎ですね、それから下條歌舞伎、ここを中心に取材をしまして、こういうストーリーを組みました。中でもお別れ狂言というのが映画でありました。これは実際に大鹿村で行われていたお話を伺いまして、ああいう形で取り入れたわけですね。戦争に行くときに何日前で行くわけですが、この自分の姿をブラッと見ていただくという楽しいんですね。それから取材中に漫画を描いたというのがよく出てきましたが、これも長野県で漫画を描いたのに農民を創出したのはこの映画の舞台になりました稲谷が一番多い、長野県の中で一番多いということで、それだけ亡くなった方も多いわけで、戦争の記憶をこの映画を借りて、映画の背景バックにね隠すようにして歩いたわけですね。それから今いるその中尾歌舞伎ですが、ここの現在師匠をやってます西村さんという師匠もやっぱり戦争に取られて、ラーゲリで怒られた。そして帰ってきたら歌舞伎が仲間がみんな死んで消えていたという話もあって、この映画の中で取り入れたわけですね。この戦争の記憶っていうのを留めておきたいというか、戦争と向き合っていたいという思いもありまして、この映画を借りて、そんなところを描いてみました。ラストシーンの高田さんが踊る天竜恋しぐという踊りですね、ここにご覧の通りビューティー、美という美しきものというようなものを表現したつもりです。そんなところを本当にいっぱい見ていただきたいというか、できれば今皆さんのおっしゃるから聞いていただいて、それからもう一度見ていただくと多分もっと分かりやすいと思うんですけれども、エピソードというか、まず正直やってて一番大丈夫かなと思ったのはセリフが少ないんですよ。普通台本って振らうと、特に一応主役やらせていただきまして、主役の場合バーッと喋ってることって多いと思うんですけど、ほとんどセリフがなくて、これって皆さんに気持ち伝わるのかなと正直すごい不安になりながら撮影しまして、で出来上がったところを自分なりに少し弾いてみて、あ、伝わってる、よかったなと正直思いました。エピソード的なことはやっぱ暖冬のせいもありまして、撮影中雪がなくなってしまったり、あとほとんどロケだったんですけれども、スタジオというかセットを組んだんですね。セットがもう何ですか、倉庫ですよね、冷凍の倉庫の中に組んだんですけれども、その時にその冷凍の倉庫の方があったかくて外の方が寒いっていう状況になってしまって、そのラーゲリの中の、小屋の中のシーンなんですけれども、こうはーって息を吐いても白くならないんですよ。反対に外の方がなるような状態 でどうしようみたいな感じで2人で、お湯を口に含みまして、セリフの前とかにで、それを溜めといて喋るとこう白く出るんですよね。そんなことをしたり、あとマイナス十何度の世界っていうのは初めてだったんで、すごい寒いなと本当に思いました。あとこのビューティーという名前の中に含まれる意味いっぱいあります。人間愛、それからもちろん長野の美しさ、やっぱりその日本人の心の美しさっていうのは根本的なところにあると思うんです。今いろいろ忘れられがちないろんな思いがあると思います。戦争に対する思いもそうですし、いろんなことがあると思うんですけれども、もう一度
日本人に帰ってこれを見ていただけると嬉しいなというか、日本人にもっと日本人、日本を愛そうよという愛国心みたいになってしまいますけれども、思いで作ってで見てほしいなと思いました。どうぞまたもう一度でもよろしくお願いします。それでは片岡愛之助さんお願いいたします。まあ、今聞いていただいた通りが全てなんですけど確かにエピソード、そうですね、僕は長野県というところを、そうですね、伊那というところを初めて訪れまして、それこそやはり普段都会で過ごしてますから、ビルが立ち並んだ中で生きているわけじゃないですか。ですからこういった自然の中に来て、最初本当にびっくりしたんですけど、なんとすがすがしい気持ちになれるというか、昔子供の頃思ってたことっていうんですかね、なんか忘れていたことをこう思い出させてくれたような街でしたね。で、映画的にそのエピソード、今お兄さんがおっしゃったことは本当にそうだったんですけど、リンゴ倉庫ですね、リンゴ倉庫の中で撮影をしたんですよね。で、待ってる間、その地元の方々のおじさんたちと、お話ししたり、いろんなことを、教えていただいたり、やっぱり僕たちは戦争へもちろん行ってないですし、体験してないので知らないことが多いんですけど、こういった中で普段僕ら歌舞伎舞台の上でしてるだけなんですけども、やはり地元の方々とこうお話をする、そして先輩に戦争の話をいろいろ聞きながら、ですから非常に勉強になった映画ですね。いろんなことを教えられたっていうんですかね、そしてまたいろんな愛の形ですから、そういった意味で僕も改めてもう一度このスクリーンで、ビューティーを見てみたいなと、思いました。いろいろと今お話ございましたけれども、私も実はそのエキストラで最初の場面の頃出てくるかと思います。そんなことでその古い着物を着なきゃ仕方ないということで、大きな斑点を買いに飯田市の方に行ってまいりました。そうして探して一番古そうなようなかすりのような模様の斑点を買ってきたんです。そしてまあエキストラで、お酒を飲んで大声出しているという場面のところへ移していただきました。大鹿村は歌舞伎は非常に古い時代歴史を持っておりまして、江戸時代からずっとやっておるわけでございまして、もう二百数十年前もすでに演じられたということが古文書ではっきりしております。そうして、また一つには大鹿村にしかないこのビューティー映画の中にも出たと思いますけれども、六線城、六千条後日の文章、重忠館御座という、これは歌舞伎の本にもございませんし、日本中で大鹿村にしかない出題でございます。そうしたことで非常に歌舞伎は好きであるという、なぜ好きかというと、義理人情を強く歌った歌舞伎が大鹿の人が好きなんです。非常にそういうことを涙を流してみんな見てるんです。私の子供の頃も大人の皆さんが涙を流して本当に見てるのも本当に不思議、私の子供の頃は不思議に思ったんです。しかしやっぱり今見ますと、やっぱり私の涙が出ます。本当に歌舞伎というのはいいものだなということを思います。以上は私の感想でございますし、また今後ともよろしくお願いしたいと思っています。